業界に良くない印象があったとしても必ずホワイト企業が存在します。今回はそんな隠れホワイト企業の見極め方を紹介します。滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は面接でホワイト企業か見極める方法について、今まで4000人もの転職者の支援をしてきた転職エージェントとしての視点からお話ししたいと思います。皆さんは隠れホワイト企業なるものが存在することをご存知でしょうか。隠れホワイト企業とは業界としてはブラックではあるものの、その会社に限ってはホワイトである場合には隠れホワイト企業となります。例えば飲食業は基本的にブラックであるとお伝えしていますが、飲食業の企業すべてがブラックであるとは言い切れず、中にはホワイト企業も存在します。一方で業界全体はホワイトにもかかわらずブラックな企業というものも一定数存在します。つまり志望する業界がブラックかホワイトかの傾向をつかむことはできますが、実際に自分が受ける企業がどうなのかというのは事前情報だけでは判断が難しいことがあるのです。逆を言えば、面接時に見るべきポイントを押さえておくことで、その企業がブラックなのかホワイトなのかが分かるのです。そこで今回の動画では、面接の場でホワイト企業かどうかを判断する方法をご紹介したいと思います。ぜひ今回のポイントを押さえ、本当にホワイトな企業を見極めていきましょう。ホワイト企業であることを面接で判断する方法の一つ目は、明確なキャリアパスが存在することの確認です。ホワイト企業の一つの特徴として、社員教育や社員の能力開発の投資をしていることが多いです。ホワイト企業では、中長期的に会社の利益になるのであれば、社員に先行投資することを惜しみません。そして、働く個人に目を向け、個人がやりがいを持って働ける環境づくりに専念しています。一方で、ブラック企業は、研修なんて意味がない、OJT でとにかくやって覚えろと社員教育をしていなかったり、とにかく会社の利益を上げろと社員のことよりも会社のことばかりに目がいっている傾向にあります。また単にキャリアパスがメンバー、リーダー、マネージャー、管理職としか用意されていない場合も、個人に目を向けたキャリアパスであるとは言えず、真剣に社員のキャリアを考えていない可能性があります。例えば営業職一つをとっても、リーダーやマネージャーになることだけがキャリアパスではありません。営業経験を生かしたマーケティング寄りの仕事をしたり、IT 業界であればエンジニア寄りの仕事を身につけてセールスエンジニアとして働いたりと、個人の目標や特性に合ったキャリアパスが用意されていてもいいですよね。そこで面接の中では、入社後にどのようなキャリアパスが用意されているのかという逆質問をしてみましょう。そこで明確に答えることができて、かつ多様なキャリアパスが用意されているのであれば、ホワイト企業である可能性が高いです。一方で答えが曖昧であったり、リーダーやマネージャーを目指してもらいますだけしか返ってこないのであれば、社員のことを本気で考えていない可能性があるので注意です。ホワイト企業であることを面接で判断する方法の2つ目は、評価制度の確認です。ホワイト企業であれば、社員がモチベーション高く働くにはどうすべきかを必死になって考えているはずであり、それは明確な評価制度となって現れています。評価制度を細かいところまで作るのは相当な苦労を要しますが、それでも社員のためと思って制度設計をしているところは、社員のことを考えてくれるホワイト企業であると言えるでしょう。評価項目や評価基準が明確になっていれば、何を頑張れば評価されるのかが分かり、社員のモチベーションアップにもつながりますよね。しかし、ホワイトではない企業では、社員のことをあまり考えず、評価制度も曖昧なまま運営されていることが多いです。例えば、上司との面談で評価されますだけでは、何を見られているのか、何を頑張ればいいかもわからないですし、上司と馬が合うか合わないかにも左右されてしまう可能性が高いです。評価制度というのは、個人の感覚でつけるのではなく、客観的な基準をもとにして判断されるべきものであり、客観的に評価できる項目がない制度を運用している企業は、社員のやりがいやモチベーションに関心がないかもしれません。よって明確な評価制度を運用しているか確認するためにも、御社の評価制度を教えてくださいと確認するようにしましょう。そこで細かい説明をされ、客観的に判断できるような納得できるものであったのであれば、ホワイト企業である可能性が高いです。ホワイト企業であることを面接で判断する方法の3つ目は、面接官の態度を見ることです。実は面接官の面接に臨む姿勢を見るだけでも、ホワイト企業かどうかを判断することができます。面接は本来であれば業務を進めることができる時間であるにもかかわらず、採用活動のために時間を取って行うものであり、面接官の負担もそれなりにあります。それでも前向きに元気で明るく面接をやってもらえているのであれば、
採用活動に本気になって取り組んでおり、会社のため、働く人のためを思ってくれている可能性が高いです。一方でブラック企業は面接官の態度の悪さが見え隠れすることがよくあります。面接官もその会社の社員です。長時間労働を強いられているような職場であれば、面接官が明らかに疲れ切っていることがありますし、社員のことをあまり考えていない会社は面接で来る人に対しても悪態をつくことがあります。実際弊社のマジキャリというキャリアコーチングサービスを通じて多くの方と面談する中でも、過去の面接の相談として、膝を組みながら面接をする、面接中にあくびをする、履歴書や職務経歴書を事前に読んでいないことが丸分かりである、面接中に仕事のメールの確認をする、ずっと上から目線で話される、圧迫面接をされるという特徴を挙げられる人が多くいるので、このような態度を取ってきたら、その会社はブラックである可能性が非常に強いです。逆に言えば、求職者に対しての扱いが丁寧であり、今日の面接は楽しかったなと思えるような場合は、ブラック企業である可能性は低いです。ホワイト企業で働いている人は気持ちにも余裕があるので、悪態をつくようなことは基本的にしません。ホワイトかブラックかを判断する際には、面接官の態度にも注目してみましょう。なお、人事面接では判断できないために、現場の人との面接で判断しましょう。ホワイト企業であることを面接で判断する方法の4つ目は、残業時間が少ない理由を聞くことです。ホワイト企業の大きな特徴といえば、残業時間の少なさですよね。転職活動する際にも、どれほど残業するのかは誰でも気になることだと思います。ほとんどの面接では残業時間に関する質問をした場合、弊社は残業時間は少ない方ですと答えると思います。しかし蓋を開けてみれば、確かに残業時間は少ないものの、サービス残業が多すぎるなんてことも。それを解決するための方法は、なぜそれほど残業を抑えることができているのですかと質問をすることです。これに明確な答えができない場合は怪しいと思ってください。本当に残業時間が少ないホワイト企業であれば、社員の残業時間を減らすための取り組みをしていることが多いため、どのような施策を行った結果なのかを明確に答えることができます。例えば、事務的な作業は全てアウトソースすることで残業を減らせているであったり、 AI システムの導入でルーティンワークを減らすことができたためなどと答えることができるでしょう。しかし、実情とは異なる回答をするブラック企業の場合は、残業を減らす施策をほとんどしていないので、すぐに答えることができません。答えられたとしても、働き方改革を実行したためです、いや、残業時間の管理をしているからですなど、曖昧な回答が返ってくることが多いです。もし、残業時間の管理をしているからですという答えが返ってきたら、管理する前はどうだったのか、管理することでなぜ残業を減らせたのかなど、さらに踏み込んでいくことで正確な情報を得ることができるでしょう。よって、面接の中で残業が少ないという情報が出てきたら、なぜ少ないのかを聞いてみましょう。それでは本日の動画のまとめです。ホワイト企業であることを面接で確認するためには、次の方法を試しましょう。明確なキャリアパスが存在することの確認、評価制度の確認、面接官の態度を見る、残業時間が少ない理由を聞く、冒頭にもお伝えしたように、事前情報だけでブラック企業だ、ホワイト企業だと判断するのは危険です。その会社がどちらに属するのかは、面接の中でしっかりと確認するようにしましょう。この動画が少しでも役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また弊社アクシス株式会社では、転職を前提としないキャリアコーチングサービスマジキャリと、転職者の自己実現やキャリアアップにとことん向き合うサービス、滑らないキャリアエージェントを提供しています。まずは概要欄のリンクから無料の転職相談を受けてみてください。また今回のような転職ノウハウをコラム記事形式でも配信していますので、よろしければ検索エンジンで滑らない転職で検索してみてください。これからも働くをテーマに、全ての転職者、ビジネスマンに役立つ情報を発信していきます。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。